エムナイト・シャマランはインド系アメリカ人の映画監督、脚本家、映画プロデューサーである。代表作にシックス・センス、サインなどがある。2008年インド政府によりパドマシュリー勲章が授与された。インドのポンディチェリー・マヘでヒンドゥー教徒の家庭に生まれる。母親は産婦人会であった。生後6週間でペンシルベニア州フィラデルフィア郊外に移った。 カトリック系の中学、高校に通い、1988年にニューヨーク大学の奨学金を手にした。シャマランはニューヨーク大学の芸術学部で学び、1992年に卒業した。その当時にシャマランはセカンドネームのナイトをつけた。シャマランは幼少の頃にスーパー8カメラを買い与えられ、早くから映画制作者を死亡していた。父親は、 医学の道へ進むことを希望したが、母親はシャマランの意思を尊重した。シャマランはスティーブン・スピルバーグに憧れ、17歳までに45本もの自主映画を撮った。そのいくつかは DVD の映像特典として視聴することができる。1本目の映画は、大学時代に家族や友人から資金を借りて制作した反自伝的ドラマ作品、プレイングウィズアンガーであった。 1992年9月12日にトロント国際映画祭で上映され、さらにイリノイ州ウッドストックで1週間だけ劇場で商業上映もされた。1995年に第2作翼のない天使を脚本、監督したが、1998年まで公開されなかった。彼の両親はこの映画ではアソシエートプロデューサーであった。 映画は限定公開され、600万ドルの制作費に、対し、興行収入30万5704ドルを記録した。また、同年シャマランは、グレッグ・ブルッカーと共同で、スチュアート・リトルの脚本を執筆した。1999年には、脚本、監督を務めた、シックス・センスが、商業的に成功を収め、アカデミー賞では、作品賞、監督賞、 脚本賞にノミネートされ、国際的な知名度を上げた。2000年公開のアンブレイカブル2002年のサインも、また工業的、批評的にも成功した。しかし、監督6作目のビレッジが賛否両論の評価となり、続くレディーン・ザ・ウォーターは、制作費7500万ドルを回収できずに、工業的にも失敗し、評論家にも酷評され、 さらにシャマランは第27回ゴールデンラズベリー賞で最低監督賞と最低助演団優勝を受賞した。2008年のハプニングは工業的に成功するも批評家の反応はまた低迷した。2010年にはニコロデオンのテレビアニメアバター伝説の少年アンを原作としたエアベンダーが公開される。これは今まで オリジナル脚本を書いてきたシャマランにとって初めて他人の原作に基づく仕事となった。エアベンダーの興行収入は全世界で3億ドルを超えたが、ロッテントマトズでの批評価支持率は6%でシャマランの作品では過去最低の数値となった。また、同作品は第31回ゴールデンラズベリー賞では最低作品賞、最低監督賞、 最低脚本賞を含む5部門を受賞した。2008年7月、シャマランはメディアライツキャピタルと共同でないとクロニクルズを立ち上げた。シャマランは監督はせずにプロデュースに専念し、2010年に第一作デビルが公開された。この映画はシャマランの原案をブライアン・ネルソンが脚本化し、ジョン・エリック・デュードルが監督した。2013年5月には、 ジェイデン・スミスとウィル・スミス主演のアフター・アースが公開された。シャマランはこの作品で初めてデジタルでの映画撮影を行った。2014年1月、ブルース・ウィリスを再度迎えた新作映画レイバー・オブ・ラブの制作がアナウンスされたが実現に至っていない。同年11月、ユニバーサル・ピクチャーズはシャマランが水面下で制作を行っていた。 ビジットの配給権を獲得した。2015年9月に全米公開され、500万ドルの制作費に対して9800万ドルの工業収入を獲得し、工業的に成功を収めた。これは2015年制作のスリラー映画としては5番目に稼いだ作品となった。2017年、スプリットが公開された。この作品では好意的な反応を集め、 工業的にも巨額の成功を収めた。2019年、アンブレイカブル、スプリットの続編にあたる三部作の最終作、ミスター・ガラスが公開された。2億4000万ドルの工業収入を達成したが、批評家からの反応はかんばしいものではなかった。2008年公開のインディ・ジョーンズ、クリスタル・スカルの王国のプロジェクトに一時期、脚本として関わっていたが、 辞退した。このプロジェクトで最初に脚本の執筆を頼まれたのが彼であったという。辞退したのは当事者マランはアンブレーカブルの制作を得ようとしていた時期で自作、サインのアイデアがすでに頭の中にあったということ。またスティーブン・スピルバーグやジョージ・ルーカスも世界中のあちこちで撮影を行っていたため、3人が揃って話し合うことが困難であったことなどが理由だった。 シックスセンス、アンブレイカブル、サイン、ビレッジの DVD には特典映像としてシャマランが少年時代に制作した自主映画の一部が収録されている。1993年にニューヨーク大学時代に出会った心理学者と結婚し、その後3人の娘を設けた。家族はシャマランがよく撮影現場に使うフィラデルフィア近郊に住んでいる。またシャマランの制作会社である。 ブランディングエッジピクチャーズは、ペンシルベニア州にある。2003年、脚本家のロバート・マッキル・ヒニーは、サインが彼の未発表の脚本、ロード・オブ・ザ・ベレンズ・ザ・ジャージー・デビルと類似しているとしてシャマランを訴えた。2004年、マーガレット・ピーターソン・ハディックスは、ヴィレッジが、自身の小説、ランニング・アウト・オブ・タイムと多数の類似点があることを指摘した。双方の主張を受け、 ディズニーとシャマランの制作会社は、主張は信用するに値しないとの声明を出した。ありがとうございます。